治った。治った。どうだろう。治ったかな。聞こえる？迷惑だよね。ではこつ。YouTuber なら YouTube ライブやれよって感じだよ。大丈夫。ありがとれた。疲れたな、なんか。最近動画やる気ないんだ。配信自体やる気ないんだよね、ふわっちの。なんか、最近放送全然やる気ないんだよね、俺。ふわっちの配信が。全然テンション上がらない。やる気ナッシングだから。やる気全然ナッシング。全然やる気ないよ。もうしょってないよ、全然。いや、ツイキャスに力は入れてるけど、配信にあんまりテンション上がらないんだよね。ね、上がりたい人は上がっていいよ、全然。上がりたい人は上がっていいよ。石川紀之より序列的に上だと思う。上とか下とか人間にはないよ。上も下も決めてんのは、なんか、個々の思い込みだって。うん、この写真好きだね。風邪ひいたのかな、俺。
へえ。あ、有名な人なんだ。何で言う、何で人気なんだろう。何で有名なんだろう。何をやって有名な人なんだろう。何の人なの。沼の大物。稲子とどっちが強いの。稲子と。沼なんだ。YouTube のジャンル。YouTube はほら、サイトだから。沼なんだ。大沼なんだ。沼ででも Twitter34 万人フォロワーすごくない？何？雑談系の YouTuber なのかな。でもそれも才能じゃないの。よう沼で有名なら。周りが有名にしたんだ。すごいね。サムって人今見たけど、いつも面白い、ん？一個も面白くない。おなんか、沼好きだな、お前らな。あ、もしもし。もしもし。あ、聞こえますか？聞こえますよ。あ、はじめまして。はじめまして。ちょっとたまに、配信などをご拝見させていただいてるんですけども。はい。ありがとうございます。まあ、なんか YouTube で、YouTube の方もすごい動画とかを見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、あ。まあなんかいつもすごいいい配信されてるなと思ってるんですけど。ありがとうございます。あれこれってなんだろう、画面映ってないのかな。コメント止まったな。バグった？なんか画面がね、読み込み中になるんですよ。なんだろう。コメント止まったな。あれ？なんでなんですかね。これ放送止まったっぽくないですか。あ、でも今27号さんがそうって、はい、コメントが反映されてるますんで、はい、大丈夫なのかな。声は聞こえる、はい、ああ声は聞こえるみたいですね。はい、僕のところは結構普通にコメントが流れてますね、はい、あ、了解です、了解です。はい、ちょっとどうしても聞きたいことがあったので、はい、まあ、答えられる範囲であれば、はい、まあ、全然答えたくないんであればもう全然適当に流してもらっても大丈夫なんですけど、はい、全然売名とかでも全然ないんですよ。ただ、はい、結構聞きたいことがあって、僕も結構その道、はい、その道っていうか自分も結構まあちょっと情報起業家の話になるんですけど、はい、まあ、結構与沢翼さんの話とか結構出るじゃないですか。僕与沢翼大嫌いですよ。はい、結構それも結構おっしゃられてますよね。はいはいはい。で僕まあご存知かもしれないですけど、まあ KA さんって言ったらわかります？KA さん？はい、頭文字。え？ KA さんって、なんだっけ？イケメンの人でしょ？はいはいはい。なんだっけ？いや、名前出していいでしょ？有名な人だから別に。大丈夫ですか？なんだっけ？いや、僕がね、コミュニティに入ってしまってたんで。あ、いい、いいじゃん、別に。なんだっけ？川なんだっけ？なんだっけ？名前。名前出していいんですか？これ。大丈夫でしょ？別に。大丈夫ですかね？うん。ちょっと僕になんか被害とかなんかされないかなと思って。だってあなたが誰か分かんないもん。
ああ、そうですね。確かに。実名じゃないんで、まあ、うん、大丈夫ですね、さすがに。うん。で、川なんとかさんだっけ、なんだっけ、何さんだっけ。あ、小玉歩さんですね。小玉歩む、はい、小玉歩ですね。ああ、アムウェイの、アムウェイじゃないですね。あの、首でも年収1億円って知ってます？あの、代表作。小玉歩さんわかんないな、俺。あ、わかんないですか。あの、うん、川島和正とかと結構有名な。わかんないね。テレビにも1回だけ出演してますね。わかんない。うん。あ、わかんないですか。うん。で、まあ、その小玉、あ、でも、なんか YouTube で、なんか1回、その情報企業化についてなんか言ってる、なんか動画があって、その時になんか児玉歩夢の話が出てた気がします。児玉歩夢わかんねえな。え、川島和正知ってますよね。川島さんってイケメンの人でしょ。あ、はい、そうですね。30ぐらいの。はいはいはい、それは多分わかる。ああ、うん。で、まあそのね、児玉歩夢のその周りが結構、うん、まあ結構詐欺まがいなことやってるから、なんかそう、なんか知ってることとか何かないかなと思って、僕はちょっと分かっただけなんですけど。なるほど。まあどうしても、っていうよりもね、あの、はい、なんで俺情報商材屋が嫌いか一言で言っていい？はい。あの、儲かる情報って人に言わないんだよ、普通の経営者って。はい。で、あいつら何をやってるかっていうと、金が儲かるっていう仕組みを金で売ってるんだよ。はい。意味が分かんないでしょ。意味分かんない。でも、そうそう、それに釣られるバカっていっぱいいるのね。はい。で、与沢翼はまだマシで、はい、俺、与沢翼のなんか300万ぐらいで売ってる動画見たことあるんだけど、あいつはすっげえ勉強してるの。ただやってることは一緒。はい。うん。だから、金が儲かる話っていうのを、はい、金を取ってやるっていうのって、はい、あの、俺はダメなことだと思ってるのね。はい、あの、吉田松陰も言ってるけども、学業っていうのは、はい、学業とかさ、そういう何か教えるっていう学問とかって、はい、あの、無料でやるべきだってずっと言われてんのよ。はい、そうそうそう。だから俺は嫌い。あ、そうですよね。だって儲かる情報だったらお前がやればいいじゃんと思わない？間違いないですね。うん。まあ、ほんまにね、あのあたり、まあ、具体的なそのクラブの名前を出すと FMC って言うんですけど、うん、フロントラインマーケティングクラブみたいな、そういう名前なんですけど、うん、カタカナ好きだよね、あいつらね。はい、そうですね、うん、よくご存知ですね、うん、で、その、まあ、クラブに僕は結構いたんですけど、なんか、うん、いくらぐらい払ったの？30万ぐらい入会金。入会金が確か16万か15万ぐらいで、毎月1万とか2万ぐらいで、まあ結局4ヶ月か5ヶ月ぐらいやめちゃったんですけど、うん、結局なんかまあいろいろやっぱ、まあコンサルティングと情報商材一緒にしたらダメだよ。コンサルティングっていうのはね、あのコンサルティングっていうのは何が違うのかっていうと、企業とかにね、ノウハウを教えてもらって、そのコンサル料を払ってるわけだから、わかる。だけど、コンサル屋さんは儲かる情報を教えますよ、買いませんかってやらないでしょ。やらないですね。そう。だからコンサルティングは、あの、普通にちゃんと職業として成り立ってんだよ。例えばその、まあ、例えばなんだけど、何か、その人よりも卓越した結果を出してるとか、情報を持ってる。で、あくまで、そう、クライアントから、これについて、うちにコンサル入ってほしい。じゃあ、うちは、その、ね、生きていくために時間が、ね、お金が必要だから、いくらで契約しますよって。ここは別に悪くないよ。ただ、情報商材の嫌なところっていうのは、俺が儲かる情報を持っていて、お前これ買えよっていうことを転売をしてるわけでしょ、情報。だから、コンサルとは全く根本的に意味が違う。なるほど。うん。ごめんね、コメント拾っちゃって。あ、全然大丈夫です、うん、コメント拾っていただいて。だってコンサルティングだって中小企業診断士とかさ、ちゃんと国家資格とかであるわけだから。うん、うん、確かに言われてみれば、まあねえ、まあそこでまあ
確かにその FMC の中でそのなんかコンサルとかを売ってる人っていうのは結構少なくて、まあどちらかといえば自分の商品っていうか自分の情報商材であったりとか、まああと自分のコミュニティみたいな。だからネズミ講みたいなもんでさ、コミュニティに入ったらバックがあるよっていうのと、PDF とかのファイルとか DVD とかを売ったらマージン半分上げるよって話でしょ。間違いないですね。だってさ、それってさ、16万払って、そいつのコマ使いして、そいつのなんか喋ってる DVD を、まあ、10万だか20万だか100万だかわかんないけど、売ったら半分お金もらえるってだけを16万で権利買ってるだけじゃん。バカじゃん、はっきり言って。間違いなくバカですね。内容なんて合ってないようなもんだからさ、あんなの。ないようなもんですね。ほんまに。いやでもね、その、なんか、FMC とかも含めて、情報起業家の、その周りにいる人らも結構やべえ奴らなんだなっていうのをすごい実感したんで、ほうほうほう。なんかそういうのを含めて、なんかいろいろおしゃべりしたかったっていうああ、か。いいよいいよ、喋ろうよ。喋ろうよ。何、もう、そういうのは洗ってるの？自分は。僕もう2年前ぐらいなんですよね、その FMC とか情報商材買い漁った時期があって。はあ、なんでそういうのを買おうと思ったの？まあやっぱり、まあ自分でね、お金とかやっぱ生み出したいなと思って、まあ結局、まあ情報商材とかではまああれだったけど、結局まあいろいあろ、れっていうのは結果が出なかったってこと？そうだね、おお。確かに。全く、まあもちろん出たものはあったんですよ、その情報商材で。ブログとかでは稼げたんだよ、本当に。いくら稼げたの？最大月10万ですね。ほうほうほう。まあ、それを10万しかなのか、10万もなのかってどうらへんのはあれなんですけど。いや、すごいと思うよ。ブログで10万稼ぐのは。まあ、もちろん、その、ブログだったらブログの特化して、僕は情報商材を、まあ、選んだっていうのもあって、まあ、それを、まあ、情報商材を見た中で、その本質を見抜いて、まあ、自分なりに解釈して、まあ、やって、まあ、収益得たみたいな感じなんで、まあ、それが役に立ったかと言われれば、微妙なとこなんですけど、まあ、でも、自分の中では、まあ、稼げた方かなとは 思ったんですけどね。何のブログ書いてたの？僕は、キーワードをちょっと特化してやってましたね。こう。SEO が得意なの？そうですね。SEO は結構得意ですね。だったら SEO を専属でコンサルやってた方がまだ儲かるんじゃないの？そうだね。言われてみれば。まあ今は、まあだっ自て分の。さ、地方のさ、ラーメン屋さんとかさ、商店とかで、サイトが埋もれちゃってるからって言って、SEO をかけてあげたら、3万とかもらえるぜ。普通に。で、だって店舗からすると広告費バカみたいに払うよりさ、自社のサイト上に来るようにしてもらった方が嬉しくない？確かに、そう言だっわれてて、みる。だからさ、奴らってさ、彼らってさ、ウェブの知識全くないから、ラーメン屋さんとか美容室とかってさ、ホットペッパービューティーとかに毎月10万とか払ってんだよ。そうですね、確かに言われてみれば。まあ、そうですね、確かに。そういう考えとかもあるんだって思いましたね。まあ、そもそもその情報商材をなんで買ったかって言ったら、やっぱ自分で稼ぎたかったっていうのもあったんですよね。いや、あれ、何？起業したかったってこと？そういう気持ちはありましたね。まあ、当時は、すごいサラリーマンとしてやってて、すごい、もう激務やったんで、もう激務なプラス、全然、給料とかも全然、ね、高くないんだ。高くなくみたいな感じだったんで。ほう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 。やっぱそういう上身つけ込まれたなっていうか、コピーライティングってあるじゃないですか、こう。リライティング？コピーライティングってしてます？こう。わかるよ。ただ会話の流れでコピーライティングはちょっと意味が分かんなかったんだけど。まあコピーライティングにつられてしまったっていうのもあったっていああ。う、まあそれが言いたかっただけなんですけど。ほうほうほう。え？
なるほど。なんかでも別にやりたいことでなんか、トライ集見ればいいんじゃないの。まあそうですね。うん。すみませんね、なんかちょっと緊張して僕ちょっとね、うん、大手配信者さんなんで、ね、いや全然全然大手じゃないよ俺。いやいや、僕ただのただのニートニート。いやいや、うん、結構すごいなって思ってるんで。ありがとうございます、はい、若干ちょっと緊張しちゃってるんですけど、はい、ちょっと話とかもちょっとところどころちょっと話が変わったりしてしまって、はい、なんですけど、うんうん、いやでも本当になんかこう、まあでもさ、世の中には300万とか1000万とか1億とか騙されちゃう人っていっぱいいるわけじゃん。確かに。めっちゃいいよね。16万で中身がないものかってさ、もう買わないっていうふうに若いうちに気づいたんだからよかったんじゃないの。そうですね、うん、まあ情報商材だけやったらもう80ぐらいは費やしましたかね。80万。はい。おー、なるほどね。まあまあ、まあ、でも、うん、でもその時はなんか夢見れたんでしょ。まあ夢見ちゃいましたね。いやなんかあれしょ、高級ラウンジとか連れてかれたりとかさ、はい、なんかホテルのスイートルームとか見てすげえこんな世界あるんだと思ってつぎ込んだわけでしょ。はいはい。じゃあよかったんじゃないの。そうですね、仕掛ける側の考えっていうのが、まあ、結局気づけたのは、うん、まあ、まだ26なんですけど、まあ、若いね。はい、うん、まあ、26で気づけたのは相当でかかったかなと、今後の人生の財産にはなるかなと思ってるんですけどね。うんうん、うんうん、まあそうですね、なんかその結局言いたかったのはなんかその、うん、もうコミュニティをなんかそのネットワークビジネスみたいな形で紹介してなんかその、うん、紹介報酬得てみたいなのがすごい蔓延してるんで、なんか、いや昔から変わってないでしょそんなの。そんなんだ、何十年も前からあるので、やり方が、やり方っつうか商材が変わってるだけなんだから。そうですね、うん、昔はなんだろう、牛のさ、はいはい、和牛の血統とかでやってたんだよそれを。はいはい、和牛ブランド立ち上げるからとか。はいはいはい、うん、そうですね、確かに、うん、天下一家の会とかさ、炎天とかさ、はい、はいはいはい、うん、でもやっぱさすが、やっぱこうなんか物事の本質を見抜くのがすごい上手な方ですね、やっぱ YouTube、ね、全然。いやね、騙されやすいんだよ多分あなたは。うんうん、なんだろう、俺の話を聞いて本質を見抜いてるって言っちゃってる時点で騙されやすいんだって。俺がカモにしようと思ったら速攻カモにできるもんだって、正直。うん、うん、やめた、疑った方がいいよ。うん、うん、もっと。そうですね、まあ純粋なとこは多少はね。そうそうそう、ね、純粋すぎるんだよ、うん、間違いないですね。うん、すごい人いっぱいいるよ世の中には。うん、すごい人にちゃんと会って、目で見た方がいい、本物を見た方がいいよ。そうですね、うん、まあ騙されないためにはどうしたらいいんですかね。騙されないためには、はい、経験とか、その人が何を求めてるのか知ること。はい、はい、多分なんだけど、相手はどういうメリットがあるかとか、あなたのどういうプレゼンするとき、営業マンってプレゼンするときそうなんだけど、はい、あなたの人生がどう変わりますよとか、要はまず不安にさせるのね。はい、ローンとか溜まってないですかとか、将来不安じゃないですかとか、未来が見えなくないですかとか、はい、いろんなことね。はい、でまず不安にさせるの、最初にトークで、はい、ああで分かりますって共感させるのね。で共感して、その後にでも大丈夫ですよっていうトークをするの。は
こういうライフスタイルがありますから、こういう商材がありますから、こういう生き方がありますからって言って、はい、うん、それをゆっくりゆっくりやるだけだから、はい、だから相手はそのなんだろう、相手が求めてることって結局買ってくれる人間と広めてくれる人間だけ求めてんのよ。でしょ？間違いないですね。だから相手が何を求めてるのか、その言葉にある裏側を見ないとダメなんだよ。そうですね、うん、確かに なんかそのネットワークビジネスとか紹介するやつに結構、うん、出会ったりしてしまうんで、そういうやつもなんか僕のことをなんかそうやって、うん、こいつ騙せそうなんだなとか、 なんか思われてんだろうなって今話してて、うんうん、なんか気づいちゃいましたね。なんか、うん、だからまあ付き合う人間変えればいいんじゃないの。そうですね、うん、なんかあれだよ、あの本当にすごい人、まあ喋り上手い人もいるけど、はあ、あの喋り下手な人ですごい人もいっぱいいるよ。はい、あ、うん、あと人を使わないで自分で生み出す人とかもいっぱいいるから、はい、あ、うん、そう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 、だからまあね、多分ね、本当に人間が欲しいのって俺お金じゃないと思ってるから、はお金も欲しいんだろうけど、お金で買える何かを求めてるんだけど、本当は買えない何かを欲しがってると思ってるのね俺は。はうん、そうそう、まあ30歳ぐらいになったら気づくと思うよ大体。そうですね、うん、まあ若いから純粋っていうのもね多少はあるというか、うん、なんかネットワークビジネスとかやってる人が結構、まあ、若年層もすごい多いのと一緒の議論というか、うん、俺もネットワークビジネスやってたけど若い人すごい多かったし、今なんかちょっと前バブルだったらしいよね。はい、ああそうですね。うん、なんかあの地方の方とかアムウェイとかめちゃめちゃ流行ってるって聞いた。はは、ニュースキンとかもだいぶ流行ってますもんね。ああニュースキンね。はい、うん、やってるね。でちなみにそのね、児玉歩のその周りの人らもこう結局ネットワークビジネスとか売ってましたからね。うん、まあ、リゾネットっていうところなんですけど、ね、ああはいはい、あれそう、旅行の代理店だっけ。はいはいはい、あそこのさ、はい、あのなんだっけな、あのすごい太った人いなかった、あの200万ぐらい稼いでる人でリゾネット、あなんか吉田さん的な感じの人ですかね。いや吉田さんじゃないな、何さんだっけな、リゾネット、あのハットかぶってる人いつも、ああ上村さん的な感じ、あそれ上村さんじゃない、さなんだっけ、さなんとかさんだけど忘れちゃった。ああちょっと太ってる人、うん、ちょっとあんまり、いやかなり太ってるよいましたっけね、ないかな、違うラインなのかな。そうですね、うん、なんかすごい太ってる人はなんかあんま見たことなかったんで。あそう、はい、あ、なんかねその人知り合いなんだよね。へえ、うん、まあいいやいやいや、うん、まああ39号さんなんかコメントしてくださった吉田瑠衣かっていうの書いて、わかんないな、うん、吉田さんだった気がする、うん、吉田瑠衣じゃないな、名前、まあ偽名使ってる人多いから、あのトップの人とか、そうですよね、だいぶ多いですよね、うん、うん、うん、吉田栄作なら知ってるわって書いてます。あ吉田栄作さん、いやでも結構知り合いすごい多いですね。こういやだってね、違う違う、知り合い多いじゃなくて、そのマルチやってたから自然的に多くなるんだって。ああ、うん、その情報商材屋さんの
あの人とかもいっぱいいたよ、知り合いに。ちなみにその YouTube でもおっしゃられてましたけど、その書道家の方とかもなんか知り合いみたいなおっしゃられてましたよね。書道家？はい。え？誰だろう？書道家の。書道家？ SK さんって言ったらわかります？SK？ はい。わかんない。いや、なんか、あの、俺、アスペだからさ、本名じゃないと分かんないよ。知ってたら知ってるし。あ、そうなんですか。本名じゃないですね、多分。じゃあ。なんかその。SK？ はい。SK って本名なの？ SY しか分かんない、俺。おぉ。じゃあ、坂本浩一さんっていう人なんですけどね。坂本浩一？あ、あれかな？あの、知り合いが紹介してくれたのかな？分かんない。おぉ。うん、なんか渡してくれたみたいな、それを。あ、データを？あ、なんかね、はい、あ、和道龍樹って書いてくれたやつ？あ、はいはい、それそれ。ああ、あれはね、なんかね、あの書道家で、もともと学校の先生やってて、はい、あ、はいはい、その人です。それが坂本浩一さんです。あ、俺会ったことはないの、その人。あ、そうなんですか。そう、友達がなんか、あの、なんか、なんつうの、一緒にビジネスやってて、そうそうそう、で書いてくれて、俺会ったことない、その人には。はあ、うん、それも聞きたかったんですよね。あ、その人知ってるって僕動画見てて思ったあれだよ、ほら、同級生でさ、はい、あの情報商材で9000、年収19歳の時に9000万だか7000万だか稼いだ人がいるって言ってるのがそいつなの、はい、でその人が面倒見てたの、そのなんとかさん、書道家の人。はい、そう、だから、その、フォントでいいのないって言ったら、あ、書道で書ける人いるからって言って書いてくれた。あ、俺会ったことない、その人は。すごいですね。いやでもいろいろと、うん、こんな短時間でいろいろと気づきを得られたので。ちょっと、多分ね、あなたね、多分ね、洗脳されやすすぎるって。何も気づきなんてないし、普通に会話してるだけなんだって。なんかね、マルチ脳になってるって。マルチ脳。マルチ脳っていうか、そのなんか、騙され脳っていうか。それ騙され続けるよ、多分変わらないと。そうですね。うん。あの、フラットに見た方がいいよ、フラットに。物事を。そうですね。そうそう。なんだろう。うん。洗脳されてるよ。洗脳されてるようにしか見えねえよ。カモにされちゃうよ。自分で考えないと。そうですね。うん。まあ確かにね、情報商材とか買うあたりとかも、完全カモですからね。うん、カモカモカモ。仕掛けられてますからね。そうそうそう。てかね、仕事やる上でね、仕掛けるとか仕掛けられるとか言ってんの、情報商材屋とかだけだから。普通に真っ当な商売やってる人って仕掛けるとか言わないよ。お客様のことを大事にするだけだよ。で、そういう信用のある商売やってる人の方が成功してる。40代とか50代とか長い目で見たときに。はい。うん。だから、変なね、30代でポッと成り上がったやつとか、金掴んでるだけで教養ないやつとかの話を聞かない方がいいよ、本当に。そうですね。うん。そういったところから間違えてましたね。うん、だってあいつら金引っ張ることしか考えてないから。詐欺師だよ、詐欺師。そうですね。うん。金がなかったら何もできない人ってことですもんね。そうですね。金集めるのがうまいだけなの。はい。
やりたいことやった方がいいよ。そうですね。うん。であともっとね、和道さんもおっしゃられた通り、その、うん、やっぱもっと物事をフラットに見るべきですね。そう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 。うん。フラットに見れないとね、騙されちゃいますからね。うん。誰かをフォローするんだったら、あの、はい、ついてく男間違えない方がいいよ。はい。うん。間違いないですね。うん。39号さんのコメントの通り、突射はビジョンがないんだろうなって、本当にその通りですからね。なんかやりたいことないの？まあとりあえず、うん、まあこう26歳だったら若いじゃん。はい。まあ変人、僕変人なんで、うん、こうそういう変わった人たちが集まるコミュニティを作りたいなとは思ってるんですけど、うんうん、まあ、変人の人ってまあ、うん、結構孤独に陥りやすかったりとか。うん、まあ、引きこもりになったりとか、結構社会的に孤立してしまうので、うんうんうん、そういった人たちのネットワークがあってもいいんじゃないのかなと思って。それは何？サロンかなんかのカフェとか？そうじゃなくて、そのインターネット上にってこと？いや、普通に実際に会って、こう、コミュニティみたいなものにしたいなと思ってるんですけど。うん、変人の定義は？変人の定義は、うん、まあ、まあ、社会が勝手に植え付けたその常識ってあると思うんですけど、うん、まあ、そこから脱することかなっていう、出してる人が僕の中での定義ですかね。じゃあマイノリティの人たちを集めて、なんかこうリアルに交流できる場所が欲しいってことか。はいはいはい、そうですね。なるほど。あんまりないし、自分で調べてもなかったので、自分がもう作るしかないかなっていう。あ、いや、結構あるよ。あ、そうなんですね。いや、メンサとかもそうだし、なんだろう、発達障害のコミュニティとかもあるじゃん。はいはい。うん。まあでも自分で作るのがやっぱ、まあね。一番かなとは思ってますね。ほうほうほう。いろいろとその人に対しても知れるかもしれませんし、うん、来てくれた人とか、うんうん、そういう場所があれな、あればいいなと思って、僕はちょっとやりたいなと思ってますね、うん、なるほど、はい、うん、で、その、さっきのその、逆にちょっと質問なんですけど、うん。まあ、マルチ脳のその、定義っていうか、どういう意味合いがっていうか、その、サラリーマン脳っていうことなんですかね。まあ、騙されやすい人なの。俺、自分の言葉でサラリーマン脳とかマルチ脳っていう言葉を使ってないから、その、はい、自分が使ってない言葉の定義を聞かれても俺困るんだけど、どういうこと？いやでもさっきマルチ脳って聞こえてしまったので、ま、騙されやすい脳っていう言い方されたと思うんですけど、俺が言ってたマルチ脳って、はいはい、いやだからマルチで洗脳されてる人たちの特有の思考っていうのかな、はい、うん、っていうか俺ネットワークビジネスやってた時に思ったのが、はい、なんていうのかな、騙されやすい人を断ってたのよ俺、はい、そう。君には無理だよって言って。で、なんでかっていうと、やってみるとわかるんだけど、はい、ネットワークビジネスとかって、うまくいくやつってうまくいくんだよ。で、はい、ダメなやつって、結果が出ないやつって何もやらないやつなの。はい。要は、受け身なのね。何でも。はい、そう、はい。ずっと待ってるの。で、何でもそうなんだけど、自分から行く人って何やってもうまくいくのよ。はい。ただ、それだけっていうか、そう。人生が変わるチャンスをさ、その、10万だか20万の商品買ったら人生変わるわけないじゃん。はい、ないですね。うん。でも、その、変わるやつって中にはいるんだよ。はい。
それって結局30万で買ったからじゃなくて、買って動いたからなんだよね。そう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 。だから別にそういうやつって他のことやってもうまくいくと思うよ。そうですね。うん。自分で動きますからね。そうそうそう。そういうやっぱ受け身脳のやつは結果が出せないっていう意味で、まあ、断ってたってことですよね。いわゆる。まあ受け身脳かどうかわかんないけど、あ、うん、あの要はあなたは多分うまくいかないよって言って断ってさ。だからもっと根本的なこと変えないと多分無理だと思うよっていう。はいはい。うん。そうですね。うまくいく人ってさ、あのアポイントの件数1日何件してますかって言うとパッて答えられるんだよ。はい。うん。アポ取り何件やってるか、何人に面会してるか、はい、その人に何回やってるか、はい、どういうプレゼンテーションしてるかって全部答えられるの。把握してるの。はい。でうまくいかない人ってあのずっと受け身で、あの何やったらいいのかもわからないっていうのをずっと待ってるんだよ。で待ってるからかわされちゃうのよ。はい、そう。だって本当にうまくいくんだったら無料で教えてさ、はい、その人が育ってうまくいったらさ、自分の資産になるわけじゃん。はい。でしょ？回るじゃん、それで。間違いないですね。そう。だから結局カモにされるっていうのは、結局ずっとボケ、はいはいって全部聞いて、そうですねそうですねって言うタイプだから、あのめんどくせえから金払う。だから俺リスナーさんがそうなの、まさに。あのよく会いたいとか言われるのよ、リスナーさんに。はあ、でも正直会いたくない人には2時間3万円って DM 送ってんの。いや本当に本当に、はあ、で本当にすごい。その人に会いたいって言われた時に経歴とか知ったりとか、はあ、あ僕こういうも会いたくなる人って、僕こういうもので、こうこうこうで、こういう理由でこうで会いたいんですよって、でこういう仕事件とかで情報交換できませんかっていう言い方をする人から、俺そのじゃあ2時間3万円ですとか言わないのよ。はい、普通に会いに行って普通にそれでビジネスやってるのね。はい、そう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 。だから結局会いたくない人には金取るんだよ、教えたくない人には金取るんだよ。ああ、うん、だって無駄じゃん、その会いたいって言われてる方からすると。でしょ。そうそうそう。会う時間ももったいないってこと。もったいないもったいない、ね、だってその分、そうそう、放送やってたら金入るわけだし、うん、うん、楽しいわけじゃん。確かに。うん、だから結局そういうことなんだと思うよ。うん、そうですね。まあ、うん、ちょっとこのここで流れてるコメント結構、うん、いろいろと、まあそうですね、間違いないですね、はいそうですねしか言ってないとか、もうなんか、うん、もうその時点でね、なんかマルチ脳というか、いやまあ脳というか考え方の話をしてるんだけど、うん、その脳も誰かの受け売りなんだって。多分なんとか、うん、なんとかっていうそのセミナーの講師家がなんとか脳ですよとか言ってるんでしょ、多分。それ洗脳されてるんだって。うん。
でも本当に、いや、本当、ちょっとうん。ちょっと痛いとこ疲れたんで、すごい、ちょっとだけストレート食らったみたいな。ジャブじゃなくて、いや、俺普通に思ったこと言っただけだよ。うん、いや、でもそうやって言ってくださるの、本当に、まあ、自分でも気づいてたんですけどね。まあ、洗脳されやすいというか、周りに影響を受けやすいというか、確かに、まあフラットに見ないやつはもう洗脳されやすいなっていうのは間違いないし、フラットに見ないっていうか、本来ね、日本の社会システムってさ、会社に家の制度っていうのをつけたんだよ、家の制度っていうか、家としての役割、家庭としての役割があったのだけどさ、それってさ、現代がこうグローバリズムになっていってさ、その資本主義としては不純物なわけじゃん、完全に。要はその居場所としての機能っていうのかな。だから会社がどんどん日本の企業がダメになってるのって俺それだと思うんだよ。そうそう。でそうなってくると、純粋にじゃあロボットみたいな働く人増やしましょうってなると、今度居場所がなくなっていくわけじゃん、その人たちが。はい、そうそう。だからそういうところにつけ込んでくるやつが出てくると思ってんのね。だから夢売りビジネス、夢買いビジネスとかよく言ってたの。その結局夢買いたい人が騙されてるよねって。だから夢売ってるだけだよねっていう。そう。くだらないじゃん。くだらないですね。非常にくだらないですね、そんなの。そう。だからもう、あ、俺才能ないわと思ってやめたの。だからただのほほんと行きたいだけだったから。楽しくね。そうだね。いや、でも本当にね、こう今までの人生ね、こう リゾネットも僕入っちゃったんですけど、やっぱりあ、リゾネットにも入ったんだ。はい、入っちゃったんですよね。だってさ、冷静に考えたよ、リゾネットってさ、飛行機が安くなるよっていうネットワークビジネスじゃん。はい、だよね。はい、でホテルとかも安くなるよっていうビジネスモデルじゃん。今までにさ、海外旅行とかさ行ってた？飛行機とか乗りまくってた？全く乗ってないっす。じゃあなんでその安くなるよって言ってさ、やろうと思うのよ。だからそこなんだって結局。 3年前はもう、まあ、その情報企業化、まあ、児玉 M の FMC の中にいた人と、まあ、交流があって、まあその当時はもう本当にバカだったんですよ。こう、もういいよって言って、なんか、まあいろいろお世話、まあ、ちょっとだけですけど、まあ、お世話になったし、まあ、買おうと思ったっていうか、いや、全部がね、なんか今日話した内容とすごいなって、すごいなんか、あれなんですけど、本当にその当時はもうバカだったんだなって思ってますね。なんかただそれだけの理由で買った時点で、もうやっぱりさっき言った、もうそういうやつが入ってももちろん結果なんて出ないしっていう、そういう脳をしてるからっていう、だからもうその時点でも相当なバカだったなってなんか思いました。おお。まあまあ自己否定する必要はないと思うけどね。過去は変えらんないから。そういう歌い文句とかに騙されてたっていうか、まあ、歌い文句に騙されて言ってたのかどうかわかんないけど、俺の経験上ね、そういう人の特徴って、なんかこう、なんていうのかな、憧れやすいっていうか、でもそのトップリーダーとかになる人とか、その売れてる人とか、まあ世の中で成功してる人みんなそうなんだけど、動き回ってるし、行動しまくってるんだよ。自分の目的を達成するために。はい。
そうそうそう。そういう行動からしか結果生まれないと思うよっていう話ね。はい。うん。夢は、そのお金じゃ買えないから。はい。うん。そうですね、まあ、だから世界で一番の車でも時計でもいいんだけどはお金持ちになったら買えるかもしれないけど、はい、世界で一番の車は作れないってことよ俺が言いたいのは、はいはい、でしょ世界で一番の時計を作れるわけじゃないでしょ買ったとしても、はい、そうそうだから作れる人の方になった方がいいんじゃないのって思う若いんだからそうだね作れるように、うん、作れるようにじゃない今から作るぐらいの気持ちにならないと作れないですね、うん、ちょっとね、コメント欄ちょっと読んでしまって、ちょっとまあ、うん、どう言えばいいのかなっていうので、ちょっとだ黙ってるだけなんですけど、まあ、うん、すごい。でもやっぱ、うん、まあ、和道さんの配信とかたまに、まあ、見させていただいて、うん、まあ、ありがとう、うん。はい、まあ、たまになんかアンチとかも湧くんですけど、なんかその、和道さんの周りの人たちは、割とちゃんとした人が集まって、てるイメージはあるんですけど。いや全然集まってないでしょ。このコメント欄見てみろよ。どこがちゃんとしてるんだよこんなの。いやなんかでも例えばなんか、うん、その自己啓発。騙さえ自己啓発？自己啓発の時とかもなんかいいこと言ってるコメントもあったんですよなんか。あたまにね。はい。うん。まあ。あのね、人間って 99% の人ゴミだよ。うん、それは間違いない。うん。自分も思う。うん。で、俺ね、多分ね、あの、いや、今のね、答えがそうだと思うの。はい、99% ゴミだよの中に、俺 99% 含めてるんだけど、あなた今含めてなかったでしょ。1% は人間だと思ってたでしょ。そういうニュアンスで俺返事をしてるなと思ったのよ。そうだね、確かに。でしょ1%の側の目線で今返事をしたじゃんそうだねって多分、うん、俺のニュアンスは俺 99% の中のさらに最下層だと思ってんのようん、うん、優秀な人間ってほとんどいないよいないねいないですねうんまあでも僕はやっぱりこう人をディスったりとかなんか傷つけるような言い方はまあクソだしまあそういう人らが多いっていう意味合いでまあその 99% ゴミだなっていうところシャンシャンこいつらさストロングゼロ飲みながらバカだなっつって見てんのよ本当のバカが自分がバカだって、うん、その自分が愚かなのに気づいてないやつがバカだなって言って見てんの、うんうん、ほっとけいいんだよそんなストロングゼロ飲んでるだけなんだから。本当ですね。うん。で、そのリゾネット入ってしまった理由をなんか。うん。ちょっと思い起こすとそのまあリゾネットはなんかその
すげえショックな話していい？うん、大丈夫です。リゾネットいくら払って30万だっけあれ。いや、最初初期費用が確か15万ぐらいで。15万だっけ。はい、毎月3万だっけ。毎月でも1万5000ぐらい。5000ぐらいだっけ。はい、俺リゾネットに誘われた時200万積まれたよ。そんなもんだから。え？うん。ネットワークで俺4500人のダウンライン持ってたから、全員引っ越してよって、うん、200万払うから。そんなもんだよ、世の中。だから金もらって移動するやつもいれば、金払って移動するやつもいるんだって。うん。だから騙されない方がいいよ。そうですね。うん。フォロワーはダメ。結局そんなもんなんだっていうね。そうそうそう、そんなもん。だってそりゃそうじゃん。だってさ、CM とかではさ、あの、なんだろう、17とかもさ、儲かるとか、配信やってお金が儲かるとか、宣伝バンバンやってるじゃん。はい。だって17のオープニングの時なんか俺、オープニングスタッフで給料、時給3000円プラス、アイテムの飛んだ分のパーセンテージの契約で契約してんのぜ。でも、みんなはさ、お金払ってやってるわけじゃん。そんなもんなんだって世の中って。そんなもんですね。うん。だからうまくいく人は何やってもうまくいくし、うまくいかない人は何やってもうまくいかないのよ。だから、うん、その、この話ってどういうことかっていうと、自分が何になるのか、うん、やり方とかじゃなくてあり方ね、うん、自分が誰なのかっていうのをしっかり持ってたら何やってもうまくいくよ、うんうん、俺だって何やってもうまくいってきたもん、うんうん、だからそこの部分が弱いと騙されやすいっていう、そうそう、そういうことだよね。そう、なんかそういったとこは本当に弱くて、うん、最近ようやくなんかそういう部分も自分、過去の自分を照らし合わせ、あ、ナジュー・ナゴーさんがいいこと言ってる。あの1万時間の法則って知ってる？ああ、1万時間を費やしたら夢が叶うみたいな感じ。夢が叶うんじゃないの？その1万時間を費やした人がほとんどプロになってんの、その世界で。はい。だから1万時間ただ費やせばいいってだけ。はい。うん、自分のやりたいことで、はい、うん、そうですね、うん、1万時間ね費やしてたら周りなんて気にならないしね、うん、うん、すいませんね、なんかあのちょっとうん、あんま喋れなくて、なお全然全然いやちょっとあのこう沈黙してる間になんかこう自分の過去とすごい照らし合わせてしまってる自分がいて、うんうんうん、なんかいろいろ考えてた、まあ思い巡ったっていうか、22歳の頃だったんですよ、その FMC とか入ってたの、うんうん、23とか22とかの時で、俺もそれくらいだったよ、ネットワークビジネスやった時。ああ、うん、でまあと当時の自分は本当になんかこう自分の頭で考えられず、うん、なんか目先のなんか歌い文句とかで、うん、ああこうなんだとか言ってそれを鵜呑みにしてね、なんか、うん、本当の相当のバカだったなと思って、うん、いや、あのね、これね、あれなんだって。いや、あのね、自己否定良くないって。結局ね、マルチでも情報商材でも何でもそうなんだけど、うん、うまくいったやつは、その業界最高だっていうの。
で、うまくいかなかった人、その業界が最低だっていうの。うまくいかなかったのは自分のせいにした方がいいって。はい。例えば、ボクシングで結果が出なくて、3年間費やしたやつはボクシングなんてっていう言い方すんの。はい。うん。そう。何でもそうなの。配信で何年もやってうまくいかなかったやつは配信なんてっていうのよ。でも、はい、配信でもボクシングでも情報商材でも何でもそうだけど、うまくいったやつはその世界が好きなんだって。はい。うん。だから、その、自分のせいにしな。人のせいにしてる時点でダメ、甘いんだって。はい。うん。まあ、自分のせいにしないとね、まあ、そう、成長ないよ。成長ないしね。うん。まあ、だって、なんだろう、20代なんか何でも取り返せると思うよ。はい。何でもあるわけだし。はい。まあ、騙されてる時ほどなんか人のせいにしてた自分もなんかフラッシュバックしちゃったんで、まあ、うん、まあそれで沈黙してるだけなんで、まああれなんですけど、うん、うん、騙されてるってか夢買ったんでしょ。だから買いましたね。うん、まあ金なんか作ればいいじゃん。80万ぐらいでしょ。稼ぎはいいじゃん。はい。うん。また作ればいいじゃん。はい。うん。まあもっと自分と向き合うことが必要だなと思いました。うん。自分軸というか、そのアイデンティティと呼ばれる部分がちょっと弱いんだなと思いました。うん、すいません、なんかあのお忙しいところ、うんうん、こんな僕にわざわざ、もう全然全然お付き合いしていただいて、いい、頑張って。はい、頑張ります。うん。では、ちょっと、長い間、コラボに上がってるんで、ちょっと一旦、落ちさせていただきます。うん、はーい。じゃあねー、はい。ありがとうございました。はーい。